いかがした若旦那。店先のわびしさに頭を悩ませていたのだ。どこぞの雑種どもが任を果たさぬゆえな。よもや俺の命を忘れていたなどということはあるまいが。無論かようなことは。口を閉じよう。最後の慈悲だ。再び俺が命じる。我がバビロニアにさらなる輝きをもたらせ。良いな。待て、それで米対価はあるのだろうな。尋ねるまでもなかろうが、金でも銀でもたーんと弾んでやろうとも。額に汗する進化をねぎらうは王の務め。ただ働きなぞさせては貢献に関わるわ。はご厚情、痛み入る。うんうん、ならば良いのだ。良い良い。では行け、セイバーとそのマスターよ。こたびは功労を持ってこい。我が店を飾るにふさわしい極上のものだ。功労、功労か。それはあれだな。知っているのは名前だけか。香炉は香を炊くために用いる器だよ。して若旦那、その香炉は一体どこで。昨日この辺りの雑種が持っていた。随分と存在に扱っていたようだが、俺の目はごまかせぬ。あれは雑種が持つには分不相応な代物よ。とまあそういうわけだ。かの香炉を探し出し俺の元へ持て。よいな。ところに香炉、確かにずっと持ち歩いていたが、さっき酔っ払ったところだ。ちょうど懐が寂しくなってきてな。一体誰に。川沿いの質屋さ。けどぶらついていて店にはいないと思うぞ。とんだ面倒に巻き込まれたな。バカ旦那め、自分で探せばよいものを。投げ出すわけにはいくまい。ま、何事もなく済めばいいが。香炉を売りに来た男。ああ、いたな。それが何か。その香炉、俺たちに譲ってほしい。実は少々手違いがあったのだ。はあ、手違いね。ならこのくらいで売ってやるぞ。な、それはさすがに。払えないなら帰ってくれ。他にも欲しがる奴はきっといるしな。それか、こういうのはどうだ。近くの森に着いた浪人どもをのしてくれ。あいつらがいると商売上がったりなんだ。うまくいったら香炉を買い値で売ってやる。悪い取引じゃないだろう。背に腹は変えられん。待っていろ。俺はここで待っている。頼んだぞ。あのアキンド、よく口の回る。
く済ませるぞ。ここはわしらの道だ。通りたければ払うものを払ってもらう。出たな。うむ、行くぞ。揺るがぬ血のごとく受けてみろ。受けてみろ。見えた。鋭き水の流れのごとく。うせろ。もう通行料なんざ取らねえ。勘弁してくれ。商人の元に戻るか。おい待て。あんたらか。随分とお早いお帰りだな。ああ貴殿、どこへ行くつもりだ。浪人どもを懲らしめてきたというのに、まさか功労を売らずに逃げる算段か。なわけないって。ちょうどあんたに渡そうと思っていたところだ。ほら受け取れ。世話になったからな。特別にタダで譲ってやるよ。それじゃあな。その功労大切にしてくれよ。よしよし、手に入ったな。では若旦那の元へ戻るぞ。より、しかし手間を取らされたな。何か良いものをもらわねば気が済まぬ。待ってよ若旦那め。待たせたな若旦那よ。頼みの品調達してきたぞ。若旦那、その木像どこかで仕入れた品だろうか。いや、これは御代から雨の礼にと献じられたものだ。この俺に神仏の像とは。御代め、随分と肝が据わっているではないか。しかし当世の者らはこのような木っ端に祈りを捧げるのか。つくづく人間というものは。だがまあそれはそれとして、精緻な作りそのものであればなかなかどうして悪くない。当代の民の修練、侮るべからずというところか。今おかんが。宮本伊織よ、貴様はこういったものは持ち歩かんのか。ああ俺は特段。そうなのか。君はよくこれに似たものを掘っているだろう。いや、あれは単に手すさびというか。ほう、貴様木彫りをたしなむというか。ならば宮本伊織よ、貴様に命じる。俺の像を掘れ。何故俺ごときにそのような。愚問だな。そこらの神仏より俺の方が掘りがいがあるからに決まっていよう。無二の美丈夫、英雄をたる俺を題材とできるのだ。ありがたく思え。君、おのが姿の飴細工を作っていただろう。あれで十分だろうに。はっ、俺は貴様らと違って多忙な身だ。あれこれ構わず作っていられるか。
報酬はこれまでよりも弾んでやろう。貴様にしか務まらぬ仕事ゆえな。どうする？わかった、引き受けよう。それでよい。無事掘り上げた暁には客引き像として店先に置いてやるぞ。店先に置くのか。それは勘弁願いたいな。木彫りの像か。そういえば師匠も手すさびに彫っていた。俺もたびたび真似ては見たが、師匠ほどの像は彫れずじまいだった。女の師匠も像を彫るのだろうか。いずれ訪ねてみるか。こんなものだろう。見直したぞ。